横に書いてあるのは作ったところね、このなんだっけ、作人の札、南部屋、浅草の。なんというも南部屋、五郎なんとか、ちょっと読めないけど、場所ね。結構有名、見たことある、南部屋五郎右衛門。南部屋、これ場所の名前ね、浅草の方。じゃあそこ隣には、その作人の名前の。これはこれを作るのに寄付をした人。ああ、なるほど。え、何と読むわ、そこに。寄贈、近藤、こう、なんだ、何ひろだ。近藤何ひろ？ちょっと読めない。そうそう、結構面白い。近藤さん。近藤さん。今、近藤。きれいね、この見口。大和門は、何の門現れる？これ、この大和門。あ、門はちょっとわかんないそな。うね。きれいね、これは。綺麗だね。これやっぱり日本は見こちでしょう。これとなんだけ、あ、これはとなんだけ、狛犬。これと守るね、見こち、中に言うと神様。ここは、この竜は、本で見たこれと、戸脇に、上り竜、なんだっけ、下がり竜の。そういう、あ、よく知ってるね。読んだ。あ、よく知ってる。もう読んだこの鏡でしょ。そう。ここと、なんだっけ、唐と、あそこにも神様入って。神様その中。そうそう、前に鏡でしょ。これ、魔除け、守る。もちろん鏡はなんだけ、日本の神話で言うと三種の神器あるでしょ、一つ。だからそういうことは、鏡魔除けだけやなく、なんだけ、依ちいろ、御霊ちいろ、そういうもあります。でも、みこちは歴史、日本の歴史、どのぐらい入ってるでしょ、こっちはいろんな堀とか。すごく綺麗。今の前とるんだけ、わらびでついてないし、すごいね、これから。本当に綺麗。みこちは、子供みこちの方。そう綺麗ね。これだもん、セットで来たからね。そう。ほも綺麗。子供の、子供みこち。これと、根津神社の目山とかい。山とかいのみこち。八千田、根津神社の御本社出るんだけど、家族があるいは台車に乗せる。そ台車。痛かったね。本当に非常に良きね。う。明日天気が良くない。あ、本当？雨？午後から雨らしい。あさっては？あさっても。あ、天気だ悪かそう。ら根津神社はね、お祭り天気あんまり良くない毎年。あ、でもまあ、しょうがない。神様はそれ決めることだから。そこにビニールをこうかぶせて、水分がケアしてれば結構お金かかるですよ。まあ守って。みこちちょっと濡れても、そんなにた、やっぱりこれ、お金のところを考えると結構かかるでしょ。たくさんかかる。分からないけども、何千万すると思います。すごいですよ。非常に綺麗ね、この話。千田かすぎでの皆さん喜ぶ、これは。でも今まで、お祭り来たことある？見た、ちょっと見ああ、た、見た。すごい。すごいな、みこちは最高よ。でも今まで、宮本会はどんなみこち、もう一機あった？あった。古いやつ。古い。でもこれも同時に出る、あるいはこれも今、展これ示だけ。これだけやる。もう一つは？やらない。じゃない、これまあどここかれ、で展示俺されがる。新しいものに変えた変えた。でも今前のやつはどうする？例えば展示とか。から。前のやつどうしてんだろう、ちょっと聞かないとわからない。これ大事、ずっと使ったから、歴史ある見越しでしょ。そう。
あ、うーん、プログラム。これ外人の人もね、担ぐよ。あ、できる？うん、できる。担ぎて、たくさんね、外人。あ、見た、確かに、ね。もちろん。担がしてもらえる。あ、なるほど、なるほど。うん、あ、見た、うん。どこが今までなきゃ、もう。喜んでいくよ、外人の人も。ほら、神様を担ぐわけだから。そう。うん、みんな同じ気持ちになって、やっぱり何という一緒になるでしょ。そう。何という日本語で、まあその瞬間は、まあみんな相手、仲間なくても、やっぱりその瞬間一緒になるという話。そう、一緒。まあ仲間なので、仲良くる人と仲良くなくても、かすぐ瞬間にやっぱり。一つになる。そう。それは一つの素晴らしさ、うん、神様の力だね、うん、これね、やっぱり愛媛でみこちがすぐチンピン眉が見たことあるけども、こういうピカピカ見たことはないもんね、うん、これはたくさん出るけども、これ新しいのはここだけだからね、うん、門は宮本書いてあるんで、やっぱり、うん、ちょっと分かりにくいけど、宮本会だから。こんにちは。あ、こんにちは。はい、ご苦労様。これは宮本大和門に宮本、うん、ギリギリ。ありがとう、見させて、いろんな話もいただいて。僕は見に来てください。日曜日行きます。うん、明日ちょっと仕事でできないの。今日も夜仕事だ。朝ちょっと暇で、いきなり休みになって、お遅番になりました。あさって、根津神社のご本社、ちょっと台車に引っ張るみたい。うん、今回ちょっとがそがないみたい。まあ、朝から、こちらのみこち出るのは何時ぐらい？何時間まだ行かないと分かんない。あとで調べる、うん。まあ宮本か御子の中で、神みこちの中で一番上じゃないかな。そう宮本だから。新しいのね。そう。大通り向こうも担ぐから。そう何キロ。出発するのはこの辺。そう。あ、ここから。うん、だから出発だもん、まあ人口差あるからその後。ぜひ見に来てください。来ます。日曜日絶対行きます。飲みこち、ここと、あと、かすぐいでいる間は、まあちょっと雰囲気しっかりすぐ変わります。やっぱり新しいからね。うん、あと、こういう注目されるよ、みんな。みんなかすぎだ、うん、あと、こういう、なんだっけ、かすぎもこすげるでしょ。そう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 、あそこかっこいい。や、そこはもう本番。目すらちのは、まあ見たことあるかな、この作人の符が2つあるね、上空1個だけだ、左側かな、あ、みこちの右かな、だからこれ場所とプラスその作人のとか、この、なんという、今度、この、はい、ありがとうございました。はい、方も綺麗。